Diana. リリアナ、ここにいたんだ。ええ。私はずっと、アルを待ってる。最初からここにいた？ええ。アルが来ないかなって、待ってたわ。そっか、屋上に出るのを見た気がしたんだけど。リリア、何も隠してないよね。隠してるかな。いろいろ。いろいろって。でも話そうと思う。ベルーシカちゃんが頑張ってたから、私も伝えておかないと。本当はね、今もまだ生贄になった方がいいんじゃないかって思ってるの。そんな。ごめんなさい。その方がアルを助けられるかもしれないんだもの。リリア。でもユベールさんとアルが仲良くしているのを見てね、私気がついたの。自分の知らないアルがいる。そしてそれを悔しく思っている私がいる。私はアルとずっと一緒にいたいと思ってるんだって。それは私もだよ。だから頑張って月の女王を倒そう。生贄になった方がいいなんて悲しいこと言わないでよ。アル。私もう迷わないわ。一緒に月の女王を倒しましょう。リリア。うん、私たちにはそれしかないんだ。それじゃあおやすみ。明日からまた頑張ろう。うん、おやすみ。ごめんね。まだ一つ言ってないことがあるんだ。でもそれは絶対に言わないわ。そこにいる。さっきからいるけど。ルーエも綺麗になったなって。バカ、からかうな。まったく油断も隙もない。別に恥ずかしがることないじゃんか、女同士なんだし。うるさい。なんだよ、何か用か。ルーエの様子がおかしいから心配で。何かあったのか。見てしまったんだ。アルがカミラ博士の血を吸うところを。それじゃあ知ってたのか、私が汎用になった。妖魔や茶妖は人間を襲う敵だと、倒すべき存在だと教わってきた。そんな敵から人間を守るために、世界を救うために私は騎士になった。人間の心を保っている汎用もいずれは敵となって襲ってくる。だから少し怖くなったんだ。あるが私の知っているアルじゃなくなってしまった気がして。そうだよな。私はもう人間じゃないんだよな。リリアを探し出せたとしても、こんな体じゃ
怖がらせるだけかもしれないな。ある。バカ、何があったってあるはあるだろう。リリアを探すためにこれだけ懸命になっているんだ。リリアだって分かってくれる。アルは何も変わってないって。お前もそう思ってくれるか。もちろんさ、何があっても私はアルの味方だ。バカなのは私の方だな。一人で悩んで、一人で怒って。ありがとう、ルエ。信じてくれて。何年一緒にいたと思ってるんだ。そうだな。さて、そろそろ上がろう。明日に備えてゆっくり休むんだぞ。よし、そのぐらいでいいだろう。特に問題はなさそうだな。何か異常は感じるか？特には。というか、そんなにジロジロ見られるとちょっと恥ずかしいんですけど。検査のためだ。何を恥じることがある？博士は検査だったら恥ずかしくないんですか？もちろんだ。じゃあ今から博士を検査しますから動かないでくださいね。何の検査だ？つべこべ言わずじっとしててください。博士の体ってこうなってるんだ。あんまり運動してなさそうなのにいいスタイルしてる。綺麗な背中。うっ、心臓が。吸血消毒？いや、違うな。ただの興奮状態。なぜだ？なんでもないです。危ない危ない。変な気分になるところだった。きっとこの心臓のせいだ。この服は水着だよ。プールに入るときはこれに着替えるんだ。なぜ？なぜ？泳ぎやすいからじゃないかな。ではここは泳ぐための施設なの？まあ平たく言うとそうだね。そうか、ここは修練場だったのか。え？服をなるべく少なくして泳ぎの速さを極める修練場なら、この水着さえも脱いだ方が。あ、いやいやいや、修練場じゃないよ。では何をするための場所だ？遊ぶためだよ。遊ぶ？みんなで泳ぐと楽しい。ほら、前話に出た楽しいの感情だ。ここはみんなで楽しいをする場所。そうそう。理解した。泳いで楽しいをする場所だ。なんて難儀な場所なんだ。何が難儀なのかさっぱりだ。もういいんだよ適当で。ほら入って入って。ふう、楽しかった。ブルーシカは？次までにどう動けば楽しいか考えておく。ブルーシカには早かったか。ある、プールでも行かないか？いいですね、入りますか。どちらが先に10往復できるか勝負だ。望むところです。待たせたな。遅いですって。隊長、その見えてます。ん？右胸のことを言っているのか？分かってるじゃないですか、ちゃんと隠してくださいって。羽で隠れてるじゃないか。そうですけど、裸は裸ですよ。ちゃんと水着で覆いましょうよ。まあそう言われると。
だが聞いてほしい。私も迷ったんだ。これは水着の中に入れるべきなのかと。だが入れると圧迫感があるんだ。それで出してみたらしっくりきたというか、本来これは表に出ているのが自然なのかもという気がしてきたんだ。ほら、よく近くで見てみろ。こんなにも美しい。わかりました。もう言いません。むしろ左に出した方がバランスいいか。それは絶対にダメです。アーナさん。お、見られちゃったな。見られちゃったなって、別に隠すような体じゃないじゃないですか。見せるような体でもないだろう。そんなことないですよ。なんて言ったってあの伝説の汎用の体なんですから。だから私はそんな伝説的な存在じゃないんだってば。ところでここで何してたんですか。ただゆっくりしてただけだよ。プールなんて久しぶりだしね。なんだつまらないな。つまらない人間で結構ですよーと。あ、アルーシェさん。アルーシェさんは運動が何でもできると見込んで、少し話があるんです。大概のことはできると思うけど。女エレノア、恥を忍んでお願いを申し上げます。私めに泳ぎ方を教えてください。え、どうして急にまた。だって言いたいじゃないですか。チョコを求める人あらば、たとえ火の中水の中って。なのに私泳げないんですよ。それじゃあ言えないじゃないですか。火の中はどうするんだ。まあ教えるのは構わないよ。水は怖くない。怖くはないですね。じゃあ浮かぶことさえできればなんとかなるかな。でも浮かべるようになったじゃん。ここまで来ればあとは水をかいて進みたいように進むだけだよ。泳ぎ方なんて何でもいいって。本当ですか。ありがとうございます。でもさっきの言い方からすると、服着て荷物持ったまま泳ぎたいんだよね。当然です。うん、それは多分無理だから諦めよう。